あぼ阿に公安6年4月8日は、鎌倉時代中期の女流家人。女房名は、安義美門院史上、または、江門佐。実父母は不明。奥山旅、茂の幼女となる。勘も平氏大乗市流の平これ持ちの長男である、平重忠の子孫である奥山戸、茂の娘。安義美門院に仕え、出資中10代で、 初恋の,恋の失恋の失意から出家を決意し山となったが、その後も世俗との関わりを持ち続けた。30歳頃藤原ため家の側室となり、冷静ためすけらを生む。ため家の没後、張馬国細川荘の相続をめぐり、制裁の子二条ため氏と争い、1279年幕府に訴えるため鎌倉へ下った。この時の気候と鎌倉大罪のことを記したのが、 いざよい日記である。訴訟の結果がわかる前に、鎌倉で没したという説と、京都へ帰った後に没したとの説がある。公安百首などに参加し、関東にある十社に勝訴を祈願して奉納した、安吉美萌院史上五百首や、安吉美萌院史上百首などもある。カローン書に、夜の鶴がある。また若い頃に書いた、歌種は失恋の天末を記した日記である。 続古今和歌集以下の直線和歌集に計48種、密集しているものの、阿仏にの孫である、霊勢亀秀が三角した、風河和歌集や阿仏にと親しかった、京国亀金が戦者を務めた、玉陽和歌集では、日集数が多い一方で、霊勢家と対立した二条家が戦者を務めた時は、日集数は極端に少なく、当時の花壇の政治的対立状況を反映していると考えられる。 天阿物に母鎌倉市大木ヶ谷津市の十六の三、横須賀線沿いなり大明神となり鎌倉市、大木ヶ谷津に、捨て、阿物にの墓が残る。ありがとうございます。